はい、こんにちは、勝間さんです。今日はタピオカミルクティー、まあ、これが欲しいんじゃなくて、なんか崩れる瞬間を今隣で見ちゃったんで、面白そうだなと思って、俺も動画にしたいと思ってやります。500円で6回、どういうゲームになってるんですか、これは。これはルーレットでこうタルルルルってなるから、矢印緑色で光ってる分だけ進んでくるのよ。そこだから、どこでも当たり、どこでも当たり、3個のうち1個でも当たり。そう、3個あったら3個前に動いてくる。ほら、早い、早っ、ここら辺狙った方がいいじゃん。そう、今2だったけどね。2、またそこは2だけどさ、2動いてる感じしないけどね。1しか動いてない。うわ、1であれ2じゃん、衝撃。振らないの。よっしゃ、3段目それか。終わったの。結構500円早い。500円、これ分かんない。でも崩れたらもうドって。1個これドンキで268円なんだ。まあまあ高い。税抜き。まあまあ高いじゃん。だから落ちたら勝ち。今劣勢なだけ、劣勢なだけ。でも俺抹茶が好きだから抹茶が飲みたい。だから4個落ちれば。あ、いくいくいく、行ったがってる。落ちたぞ。どれ、ダメ、お前そこ覚えちゃダメ。そうか、倒れないのか、全部前に使うから。早っ、1000円一瞬かけた。高速じゃん。入った、500円入った。いいなー、これ1500円。マジっすか、マジっすか。やっちゃダメ。ガオレのやば。ガオレの気じゃねえ。ガオレ優しいよ。あ、いいね。よくない。
3000円1個1500円だけタピオカだな。まあでも崩れればいい。崩れればこっちは勝ち。One question.
ち来た。こっちこっちこっち。下がってる。ああ、そうで欲しいね。いいよいいよ。うるさ。スピーカーうるさ。いいよ。いいよ。そろそろ隣みたいになりたい。そろそろ隣みたいになりたい。これね、あそこ止まっちゃうのよ。まだ。まずまず。いや無駄だよ。マッチョ。もうあと1000円いっちゃうわもう。もう累計8000円よ多分。8000円。でもこれでガチで金ないから、もう終わり。
はタピオカを飲む動画です。また明日。